トゥルーン、二の国、オアシス、砂漠、カレー。ゲームがレトルトカレーになっちゃったって感じですね。RPG の新作が登場するアイテムはレトルカレーになった。全く知らないね。もうやったこともないよ、もう。見たこともない。最近知ったね。ツタヤにありました。このゲームの隣にあった。声優でなんだっけ、あの、長澤まなみさん。まなみ？長澤まなみさんでしたっけ？長澤まさみさんですね。まさみさんが声優をやっているという。自信ないっすね。これもまさか、パッケージだけアニメという。まさかシールがなかったら俺は許さねえ。邪魔なんだよ。これ言っとくけどな、300円もすんだよ。これで普通のカレーと変わんなかったらね、マジね、ありえない。二の国のね、砂漠の和室カレーとか言ってるけどね、なんも普通のカレーと変わんない味だな。味なんかね、普通すぎてね、もう俺もう泣いちゃう。普通すぎてもうやだ。俺がいつも食ってる68円のレトルトカレーよりね、肉が少ねえんだよ。多少じゃがいもがでかくて、もう残念すぎる。残念、無念、また来週ってことなんで、もうほんと記念に買うべきかな。まあこのゲームを買った時についでに食べてみてください。わかるんで、俺がカレー知らないだけなのかもしんない。わかんねえ、ごめんね。じゃね。PDS 株式会社からのパチクリコーナー。パチクリコーナーやってほしい人はナイスを。俺さ、どんだけ人気なんだよ。こんなもう PDS 株式会社でパチクリやな。今の時代のパチクリなんだよ。パチクリ様は PDS 株式会社乗っ取っちゃおうかな。このままいけばパチクリコーナーだけでも潰せちゃうんじゃないの。うわーうわー、うんうん。